利武門天守、堂の利武門天守堂の内部北西の中庭から、全部門天守堂は、俗称を、南堂といい、北京市最上区全門西大街141号に、位置する北京で最古のカトリック教会で、1605年に創建された。現存する建築物は1904年に建てられた。山層のバロック建築である。南堂は、 北京の歴史で最も長い教会で、明の1605年に、イタリア人宣教師マテオリッチにより創建したもので、早期の南道は、ノリタケモンレイハイ堂といった。規模は、非常に小さく、中国の伝統的な建築であり、わずかに人目を引く位置に一つの十字架を安置し、そのカトリック教会という立場を表すのみであった。新の1650年、ドイツ人、イエズス会宣教師。 アダム・シャールの式のもとに、ノリタケモン拝堂イの下の場所に教会を建て直す工事を始めた。2年後、一つの中国風の大聖堂が建てられ、資料の記載によれば、新しく建てた大聖堂は、銅窓や器具はその国のように飾られ、中には、アズマヤとお手名が建てられ、西洋式で、その技は極めて巧みである。聖堂の前には、大理石の配棒があり、 皇帝から賜った金層テントの四つの金文字の台がある。順次帝はアダムシャールとノリタケモン天主堂に非常に関心を注ぎ、24回も南堂を親しく望み、通り、美化協の漁政の額を賜った。これにより、南堂の当時の政治的地位が見て取れる。湯、弱棒の建てた南堂は、施設が全て揃っており、一般的な宗教建築の外に天文台。 図書室、劇室等の科学設備もあり、西洋の現代科学を中国に伝播する一定の推進する働きがあった。1703年、のりたけもん天守堂の改修工事が始まり、10年の後にヨーロッパ風の大きな建築物が落成した。これは北京城内の三池口天守協同に続いて二つ目のヨーロッパ風の建築であった。1720年、 北京で地震が発生し、南道の建築は地震で被害を受ける。翌年、ポルトガル国王ジョアン五世は、ノリタケモン天主堂の再建に出資し、再建された南道は、当時ヨーロッパで非常に流行していた、バロック式建築を採用し、建築平面は十字型で、長さは80メートル、幅は45メートルで、教会の屋根はドーム型であった。1730年、 南道は再び地震で被害を受け、養精亭は特に銀線量を南道の修理に用いるのに賜り、修理後の南道は元のバロック式建築の風格を保ち続け、門、窓、屋根はすべてドームを用いて設計され、さらに広々として明るく、堂々とした様が現れるようになった。1775年、南道は再度火災で破壊され、県立邸は、 元の教会に戻すのに用いる、容疑に一万両を賜り、そして主書による、一万ユーマハ原ノの,の額を教会に与えた。1838年、反カトリック勢力とカトリック教会の摩擦が絶えず、問題を解決して、人々を安心させるために、清政府は、天主教の中国での全ての活動を取り締まり、のりたけもん天主堂は政府に没収され、 第二次アフン戦争終結後になって、やっと教会は返還された。1860年に、南道は、死境無理の指式で再度開道した。1900年に、義和団の乱が勃発し、乗竹門天主道と、その他の教会は、同じように義和団の包囲攻撃と破壊にあった。1900年6月14日、南道は、義和団に焼き払われた。同時に焼き払われたのは、 東道、西道、西二甲羅道、通州天守堂等の建築物である。1904年に第4回の南道主道と付属建築物の修復が竣工し、これが今日見られる、乗りたけ門天守堂の建物である。1979年12月21日、天守教愛国会主教、風鉄山は、乗りたけ門天守堂で主教の性別を受け、これにより、 文化大革命後に政府公認カトリック教会の宗教活動が中国大陸で回復し、それと同時に南道が再び天主教北京教区のカテドラルとなった。現在、カトリック北京教区行政管理所はここに所在している。乗り竹門天主堂は合わせて3つの中庭があり、大門が中国式の建築となっているのが、 教会の第一の中庭を占有している。その後の東コインは教会の主な建築物で西コインは住居となっている。共同の主要部分の建築はレンガ造りで南に面しており、正面の建築は典型的なバロック風で3つの広大で堂々とした船長の装飾とアーチ型の門が並んでいる。この建築の正面は豪華で荘厳に装飾され、 建築の裏面は、レンガをすり合わせて、目をきっちり合わせて、入念に仕上げられ、整備な船長の装飾は随所に見られる。教会建築の室内空間は、丸天井を用いて設計され、両側には五彩のバラ窓があり、全体的な雰囲気は荘厳で穏やかである。1996年、のりたけもん天守協同は中国全国、重点分物保護単位に名を連ねた。 ありがとうございます。